こんにちは、映画パーソナリティ松岡ひとみです。今日は皆さんにお知らせがございます。ミッド FM で素敵な映画を見ようという番組を木曜日の18時から18時30分放送しておりましたが、これがお引っ越しをいたしまして、水曜日の18時から18時30分に引っ越しになりましたので、違いないように皆さん聞いてくださいね。もちろんあのアーカイブもございますけど、やっぱりこうね、ちょっと生で聞いていただくのが嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。6月5日の放送、水曜日に引っ越して初めての放送は三日月と猫、こちらの月1トークライブ、松岡ひとみのシネマコネクション出張編のライブ、トークライブの模様を放送をさせていただきますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。三日月と猫、とっても優しい映画です。そしてコンフェッションという作品もこちらご紹介させていただいております。先週舞台挨拶でヤンクションさんと生田斗真さんにお会いしましたので、その時の様子などもね、少しお話をさせていただいております。ということで、素敵な映画を見よう、こちらは水曜日の18時から18時30分の30分間になりましたので、ぜひ皆さん聞いてください。じゃあねー。